はい、皆さんこんにちは。本日は、森山直太朗さん20周年アニバーサリーツアー素晴らしい世界に行ってきました。チケットがこんな感じですね。はい、というわけで、いや本当にね、いい音楽でいいライブでした。もうなんかね、本当に上質な音楽を聴いてるって感じで、まあ一応ね、セットリストはちょっとあれかもしれない、言えないかもしれないけど、まあとりあえず新しい曲と、まあ代表曲を混ぜた感じでありましたね。でそれとライブ会場限定の香辛丸せんべいの2種類、なんか森山直太朗金星ですこれ買ったのと、あとね、そんだけね、ライブ会場限定で売ってる原画という弾き語りベストアルバム、これね、ライブ会場でしか買えないベストアルバムになってます。というわけで、素晴らしい世界ですが、本当にいいライブだったので、まあ本当にいい音楽を聴いたって感じですよね。だから、まあ、とりあえずね、ここからもうね、全国、まあね、この素晴らしい世界ツアーの後編とか言ってたっけな、後編なんで、ここからね、全国ものすごい回るらしいので、まあチケット買える人は買っていった方がいいんじゃないでしょうか。いやもう本当に素晴らしい、なんだろう、いい音楽を浴びるって感じですかね。本当に森山直太朗さんの声を浴びるって感じで、まあ当然ね、おちゃらけた感じもいいんですが、いやぜひ行ってみるといいんじゃないでしょうか。でこのね、でこの香辛丸せんべいはね、森山直太朗さんのなんか作ったせんべいで、全べいっつうのかこれ、香辛丸全べいっつうの。で今日ね、実はライブの前に、もう日が変わった0時から1時の時に TBS ラジオで氣志團の綾小路翔さんがやってる番組のピンチヒッターで TBS ラジオ出たんですよね。そこでバリバリ食ってたね美味しそうだったんで買ってみました。まあでもね、本当にいいですよね。本当にいい曲で、もう歌は素晴らしいし、もうなんだろうな、なんつったらいいんだろう、何にしろとりあえず森山直太朗さんの曲を知ってる人はね、聞いた方がいい。今回ね、このね、素晴らしい世界ツアー後編はね、フルバンドなんですよ。なんでもう豪華なバンドがいて、でなおかつ森山直太朗さんの歌声は素晴らしいし、で今回あんまり席はね、前じゃなかったんだけど、フルバンドだから逆に後ろの方が音が良かったりしていやまあなんだろう、音よく聞こえるなって感じで、まあなんだろうな、幻想的な曲から、やはりね、おちゃらけた感じな曲と、なんかね、ユーモラスなトークMC、そのアンバランスさというか、ギャップですね。そんなギャップがまた魅力的な感じですよね。いやぜひまた来るなら来たいし、またね、ぜひ群馬に来てもらいたいなとは思うけど、とりあえずこの100本終わるまでは次のライブにはならないだろうし、いやでも本当にいいライブでした。もうぜひ本当に来た方がいいですよ。本当にもうそれしか言えねえな。というわけで、森山直太朗さんの20周年アニバーサリーツアー素晴らしい世界後編に行ってみたでした。では皆さんお疲れ様です。では。